あ、どうもこんにちは、皆様こんにちは、久保塚です。久保塚さぬきと呼ばれています。ん、呼んでいます。はい、今日もよろしくね。今日は孫翔子ちゃん、まあ、実際は戦場に立ったのかよくわかんないけど、孫翔子ちゃん、この子に、まあ、そろそろ五武器でも与えよっていう、そういう日なんですけど、SP はこの繁盛の戦い、なぜ繁盛の戦いなのかというとよくわかんない。関係ないからね、この子。関係ないね。柴田恭平もびっくりよ。関係ないね。俺これね、取ったと思ってたんだけど、なんか取ってなかったね。なんか知らないけど取った気でいたわ、この子の五武器。わかんない。どこかに記憶を埋め込まれてたのかもしれない。謎の研究機関に。でまあ、前回に続いてやってるんですけど、前回ね、あれなんだよ、まだ見返してないんだけど、自分の喋ったこと、ただわかる、何のつながりもないことをずっと喋り続けてた35分だったってことは俺も分かってるんで、まあ、今回もうちょっと意識していこうかなと、お話の方、まあ、お話も何もないけどね、これどれがいいのかな、移動速度ちゃん、体力増えるからまあいいか、もう強い3武器をゲットすべきなんだけど、なんかよくわかんないし、あれが効率のいい稼ぎ方がちょっとめんどくさいんで、まあこれでいきましょうと。なんだっけ、攻撃範囲は入ってるから、いらないな、あれは、これはいらない。ただね、これ強撃はね、多分入れない方がいいのよ。この攻撃範囲が狭いから、通常の狭いキャラにこれ入れるとね、もうボッコボコにされてリンチにされちゃうから、ここはこれを入れると。弓がここ結構うざい気がした気もしなくもないけど、移動速度速いからいらないでしょ。何がいいかな。あーんだけど、まあいいかこれ。ああ、これしとこうか。これいいでしょ。で、方法は、水攻めが発生するまでに、カンペを倒す。だったかな？確かそう書いて、手元の資料にはそう書いてある。で、ただ木箱自体は、水攻めと関係ないところに出てくるから、気にしなくていいよ、みたいな。が開いてか、はい。偉そうな口の利き方すんな、この女。お前関係ないだろ、この戦に関係ないのに、何なんだこの女。白い馬に一人だけ乗りやがってよ。さあ行こう、急いで。ただここはね、毎度毎度道に迷うから、俺たどり着けるか分かんない。水には構うな。アンパンマンが泣くぞ。すぐに火星が参ります。これどの立場で喋ってんのこいつ。すぐに活性が見える。さっきまで一緒にいたじゃねえかよ、両毛と。一緒に行けよ。なんでお前だけこっち来たんだよ。やーべえ、なんかいるぞ、弓が。まあ、無視だな。まあ、ここは一気に無視。痛い。ちょっと、乗らせてよ。上に乗らせて、危ない。ジャンプ力高いっすね。お姉さん、ジャンプ力高いっすね、さすが。ジャンプ力上げただけあって。すごいよ、これ、ほら。マリオだよ、マリオ。マリオぐらい飛んでる、こいつ。すごい。なんか撃たれた。あんなとこに矢倉あったの知らない。それ知らない。さあ、完璧っしょ。ここで何をしてるかというと、あれを貯めたいのよ。無双ゲージを貯めたいのよ。ちょ、痛い。強くない？おら、あ、これ無双ゲージアップ入ってたっけ。なんかすげえ無双ゲージ長いんだけど、この子やばい。はぁ、パワーガードしたでしょ。ずるくない？痛い。強いんだけど、この子たち。俺なんかこうやった記憶あるんだけどな。ちょ、待て。怖い。よいしょ。ちょっとこの、起き上がりでさ、背中から攻撃するのやめようよ。でも防ぎようがないのよ。もっと防ぎなのよ。おれ、ちょっと弓がうざいわ。
よしよし、攻撃をあえて受けて無双乱舞打つという、このなんだっけ、肉を切らせて骨を断つ作戦よ、これが一番いい。よし帰ろう。さあこんな危険なとこにいる必要はない。武器取って速攻でカーン殺そう、それが一番よ。貴重品遠いな、これこっから降りられないの。ちょっと投身、あ投身できるじゃん、投身投身。今どこにあった、ちゃんと見てなかった、ちゃんと見て、あえそこまで戻んなきゃなんないのこれ、もうやだ、誰か取ってきてこれ、めんどくさい。あれ上だろ、俺あれいつも迷子になるとこじゃん俺がいつも。さあ投身投身、よし今宵もきっちり投身投身よ。やだー、もうあそこ遠いんです、遠いんドスへ。これ敵って援軍なかったよな、これ食軍に援軍ってなかったよな、援軍はこっちにしか来ないもんね。ほっといて大丈夫、これどうやって下に行くのこれ、下に行きたい、今日は下に行きたいわ、今日は下がいいの私、そんな気分。これちょっと肉まん、よーしよしよし、うめえ肉まんが間もなく水没しちゃうわここ。あそうかそうか、そう水没しないとこにあるって書いてあったからこういうことなんだね。こっからいつもどっからこれ上がるかいつも分かんないっていう、いつも分からない、今日も明日も迷子。あーなんか前の両毛の時と同じ動きしてんなこれ、自分でも分かるわ。結構これ右奥の方なんだよな上がるのが。これ何、なんか武器があったら欲しいわ、いらないわそれ、それいらない。アイテムはねもう限界突破させないといけないから、普通に拾っても、なんでお前前から来たんだ、お前たちどうして前に、この辺かな、この辺かな、ありました、これですね。よしさあ下に降りよう、水没都市、今日も水没都市。さあここももうあと数分したらここもベネチアみたいになってしまうわけよ。ベネチアいいよね、ベネチア行ってみたいよね、まあ行くことはないかもしれないけども行ってみたい。こいつ死にます、こいつ水没して死にます、ここでこれ最後のお姿です。さあカンペンをぶっ飛ばしたし、あとはカーンだけだ、四季は6、大したことねえな、四季6でよくお前こもってんなここに。だからここのね、本当はこの繁盛の戦いはあいつが宗神がこもってる戦いなんだけど、一切宗神がいないっていう、ね、よくわかんないステージになってる、なんかカーンがただこもってるおじさんになってるからよくわかんなくなってるよね。さあちゃちゃっと倒して終わりましょうか、短いと。誰誰今撃ってきたの、私撃ったの誰、うーん敵はおそらく2部隊プラスカーンってことで、なんだ10人対10プラス4、あ水没しましたね、はいベネチアになりました。ここは15人か敵は、カーンを合わせて、カーンの水攻めによりじゃないんだけど、怒ってるこいつ、ただここ芝居いなかったでしょ確か、あー死にました、宝徳さん、カーン軍が、あここで士気が上がるのか、でこれ後ろのあれを、後ろのあれをあれしておきたい、あのなんだっけ拠点兵長をちょっと潰しておきたいな。我が清流炎月砲の威力試されるがよい、清流炎月砲じゃないからなこれ、交流炎月砲だからな、この最強モードの場合は。おら、あ待って、はいとりあえず無双ラム、え無双ゲージ上がる、無双ゲージアップ書いてあったっけ、ここ記憶にないんですけど、ありました、あないよね、えないよね、書いてないもんな、えなんか無双ゲージ長くないこれ、えもともとこんなもんだっけ、なんかすげえ長い気がするんだけど、え俺の気のせいこれなんか長くないですか、体力ゲージはさアップ入ってるから分かるんだけど、なんか無双ゲージ長くないですかね、うれ
ちょっと倒しておくか。ちょっと士気はまあいいか、まあ、こいつらの相手する必要ないな。あ、来ました。この戦、義と共に戦う。そのフォーメーション何？関羽の首を上げよう。3人しかいないし。待ってました。合コン、合コンみたい。よ、待ってましたよみたいな。ありがたい。なんだこいつら。緊張感がねえな。なんで一緒に来なかったの？最初一緒にいたじゃん、馬乗って。もう文句言わないの？カンウ、カンウじゃねえ。リョウもプンプンみたいな。あの、おい、どこ行くんだ？待てこら。足の速さだ、こっちの速いぞ。あっぶね、こいつ。いきなり大技出してくれるから。ちょ、ほんと拾いにくいな、この。さあ、ここで無双ゲージ回復タイム。雑魚兵を殺して、ちょ、助けて、助けて。この野郎、おれ！おれ！本当によく敵落ちるんだよ、これ。なんか攻撃範囲のおかしな問題で。お前が援軍ちゃうんか。いた、いた。食らって回復よ。食らって回復が一番早い。おれ！いた、いた、いた、助けて。こいつ何？ちょっと強くない？え？怖っ。お前雑魚が邪魔させてきたんだけど、許せない。あ、やべ、これやべ、死んだかも。あぶねえ、あぶねえ。今俺は死を悟った。今死を悟りぬすした。でもなんか助かった。よくわかんないけどなんか助かったから。まだ死なない？まだ死なないっすか？どこ行きました彼。さあこれで死んだでしょ。おい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 。これ何分？ 10分ぐらい。よし、10分でクリアした。あと1人やろう。あと1人、長領。次長領やります。先に言っておきます。長領もね、なんかめんどくさかったんだよな、チラッと見たら。危ないとこだったな。やっぱ雑魚兵が強いということよな。分かってきた、このゲームの特性。雑魚が雑魚じゃない。故に雑魚はいない。無駄な命はここにはないと。そういうことを。また、なんだこのイガイガは。イガイガがついてる。武器の形状が変わった。これ威力下がってないか。全体に歯があった前までの武器の方が強いだろ。流炎健康系。あ、これ強いじゃん。攻撃力アップするし、攻撃範囲アップするし。あ、夜数もアップね。休養期だから。かたくなに運を上げてくるのは何なんだこいつ。特にこいつ運がいい人生ではなかっただろう。政略結婚させられて。あ、こんにちは。撃破数19人。あと1人殺したことない。さあ、繁盛の戦いも無事クリアと。またお会いしましょう。